日本の皆さん元気でしょうか。昨日も飲んで今日はやめようと思ったが飲みます。よろしくお願いします。古さん今日も飲みなんですか。そうですよ。朝起きてもう嫌だなと思ったらコーヒー一杯飲んだらもう体が絶好調に戻ってきます。早いですね、リカバーの。早いですよ。集まれ。おっぱい。おい。はい、止めて。出るか。はい。今回のテーマはキングカズさんです。昨シーズン JFL 鈴鹿でプレーしてましたが、今季はなんとポルトガル2部オリベイラで移籍で合意と報じられています。新天地での挑戦を選択しましたと声明を発表しています。トゥルさん、さすがのキングカズさんやることが違いますよね。俺はカズさん日本から出てほしくないですよ。もう正直なところ、もうずっと日本で、カズさんの好きな場所にこう移籍したりしてくれた方が僕は嬉しいですよ。あんまりこう離れてほしくないですよ、日本から。もういろんな地方に行って、今までねこう目にしたことない、カズさんがこんな地方に来てくれたんだと、俺はそっちの方が嬉しいですけどね。ちょっと今回の移籍は僕はちょっと悲しいです。2月26日で56歳になるカズさんです、もうやはりトゥリオさん的にはこう日本にいてサッカー熱を上げてほしいとか、そういうことも。それはそうですよ。だってカズさんがいろんな方も移籍をしてね、ブラジルから始まり、イタリアだ、いろんな行って、やっぱりカズさんはもうこれからは日本でどんどんこういろんな地域に地方に行って、あ、カズさんが来るんだって、これを見に行くだけ自分の運が上がってくるんじゃないかって、それぐらいのことやと思うんで、僕もカズさんと初めてやった時にこれから俺も活躍できるんだなって、俺もサッカー運が上がるんだなって、それぐらい思うようになるカズさんですからね。だからあんまり移籍してほしくなかったです、正直なところ。でもカズさんのこの挑戦のこの魂的なところ、やっぱりね、なんか伝えてくるものがありますよね。ブラジル、イタリア、クロアチア、オーストラリア、そして日本を含めると6カ国目の挑戦になるみたいです。すごいですね、これ。すごい、6チームじゃないです、6カ国ですよ。すごいですよ。すごいこう熱があるんだなと本当に伝わってきます。いや元気ですね、何よりも。いや普通しないです。だから普通じゃないのがカズさんですからね。でもなんか嬉しさ半分、こっち悲しさ半分っていうか、やっぱり日本に行ってほしいですよ。まあ、いろいろこう記事など、いろいろ報道も出てますけども、はい、オリベイレンセは横浜 FC を保有する小野寺グループの保有チームみたいなんですよね。スポンサーありきという声も出てるんですけど、このあたりってトゥリオさんどう思われますか。ああ、まあ小野寺さんが仕切ってるけど、まだちょっとやりづらさがあるかもしれないと。まあこれは、はい、これはカズさんが知ってるグループですからね。これは少しこう、まあ居心地の良さがあるかもしれないんですけど、まあ海外は海外ですし、海外には期待感が違いますんでね。俺いくらカズさんでも海外だったらちょっと結果出してくれないとちょっと厳しいのかなというふうには思いますよ、ね。まあ、先ほどトゥールさんは日本でこういて、はい、各地回って盛り上げてほしいというようなお話ありましたけども、はい、やはりこう人気とカリスマ性は絶大で、
昨年10月にですね、はい、国立競技場で新宿対、はい、鈴鹿戦に、はい、16,218人、JFL の最多観客数記録を大幅に更新しまして、やはり人気は世界的なんですかね。これはね、国立でやったんですか。もう国立でやることがもうすごいですよね。いや、だからそれぐらいの人気ですよ。僕日本にいたら僕も見に行きたいんですもん。僕はね、そういうどんどんこうストーリーをどんどん膨らましていく、どんどん作っていく選手ってすごく好きですし、まあだからまあ俊さんの引退とかいろんな人の引退を考えると、少し、寂しさが残りますよ。どんどん長くやってほしいです。レジェンドの人たちがどんどんカズさんとが引退するまでみんなできないと。それぐらいカズさんが70やったらみんな50ぐらいまでやらなきゃいけないとかさ、だからそれぐらい僕は好きなんですよ。その人たちのこう今までやってきたこととか、こういうチャレンジしてることとか、こんな尾行しながらでもサッカーしようとしてる、そういう、なんかこう夢があるっていうか、ロマンがあるっていうか、カズさんがすごいんですよ。1万超えです。 J2 でもなかなかないんですよ。ちなみにブラジルでもこうカズさんは活躍してましたけれども、ブラジルでの知名度というのはどのくらいなんですか、カズさん。いや、やっぱカズさんですよ。ちょっとしたアジアの子供が活躍すると、おい、カズカズって言われるような感じですからね。はあ、それぐらいやっぱカズさんはすごい人気ですよ。未だに少しでも、まあ、日本人だけじゃなくて、ブラジル人はみんな区別できないです。中国人、韓国人、日本人はみんな一緒に見られますよ。だからちょっとしたアジアの顔した選手がちょっとでも活躍したりすると、やっぱカズさんの名前に出てきますね。それぐらい人気ありますね。カズみたいだなっていうようなカズイメージされる、新たなカズが出てきたんだな、そんな感じが言われますね。やはり世界的な人気ですね。そうですよ、もうカズさんは世界の宝物ですよ。ブラジルにはこう外国人枠の対象ではないポルトガルですけれども、はい、リーグのレベルというか、まあ、どんな選手が行かれるんですか。まあポルトガルではね、まあやっぱポルト、ベンフィッカ、スポルティング、ここはもうまたスペインと同じですからね。まあリーグが最近なかなかチャンピオンズリーグでは大きな活躍見れないポルトガルのチームですけど、まあいろんな、まあどっちかって言ったらね、こうヨーロッパの中でこのチャンピオンズリーグに出たりしてるんですけど、なかなかその決勝とか準決まではいけてないのかなと。少しこうヨーロッパはあんまりお金がないところかもしれないですね。でもまあ中島とかね、今中村君、ゴールキーパーの頭もポルチモネッセって僕の知り合い、親友であるマリシオ君が活躍してくれてる、ポルチモネッセのチームもいるわけですからね。日本人がよくこう、いるリーグだなというふうには思います。森友するじゃないですか。森友スポルティングだから、日本人がよくこうプレーするリーグだなっていうふうには思いますよ。2部の印象はちなみにありますか。いや、それはあんま見ないですね。あんまテレビで放送されないんでね。少しもう1部ぐらいやったら見ますけど、2部は少しわからないですね。でも河川がいることによってちょっと盛り上がるんじゃないですか。これからも僕らにもどんどん情報が回ってくるような感じがしますよね。そんなカズさんですけれども、ポルトガルに渡ります。はい、どんな活躍を期待されますでしょうか。特にカズダンス見てみてです。ポルトガルでもカズダンスを見せてほしいです。2月26日で56歳になる、はい、カズ選手、最後にエールをお願いします。ね、いやー、もうカズさん大好きですし、カズさんもまあ未だに覚えてますよ。チャリティーマッチで俺がヘディングでアシストして、あそこカズさんじゃなかったら多分他のヘボのやつだったら外してると思います。あそこをものにできるのがカズさんやなと
また会ってお酒でも交わしたいなと思います。カズさん頑張ってください。僕らはもう死ぬほど応援してます。Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será? Ué,